します、続いては早川セイラちゃんの全次第です。どうぞ。無茶ぶりセラズクッキング、あ、間違えた、セラ無茶ぶりセラズキッチン。はい、早速カミカミなんですが、私の電子代やっていきたいと思います。ですね、今回今まで跳ねた試しがない料理企画に自ら志願しました。理由はですね、私モバメでいつもセラズキッチンって言って、料理をね、写真を撮って送ってるんですよ。でそれを見たいって言ってくださるファンの方がいたので、今回はやっていこうと思うんですけど、普通に料理するのはちょっとね、面白くないので、2分経つごとに音が鳴り、そのタイミングで縛りが書いてあるくじを引いて、縛りの制限ある中10分間で料理を完成させたいと思います。でもう早速こんなものまでちょっと装着させて、ここまでじゃないと思ってたんですけど、まああるんでしょうね、これ外したい。はい、今回私が料理を食べてほしいのはカッキーです。やったお願いします。お願いします。カッキー、はい、セイラのご飯をずっと食べたい、セラズキッチンを体験したいってずっと思ってたから、うんうんうん、嬉しい。いやこちらこそ光栄でございます。シェフ頑張ります。いや頑張ってください。そんな装置までつけて、はいはい、しかもね10分なので、あ、確かにもうダッシュで頑張ってやりたいと思うんですけど、カッキーには、うん、なんとあんかけチャーハンを作りたいと思います。やったー、絶対美味しい。ほんと任せて、ちょっと味付けだけはできるはず、うん、頑張って、ね、はい、私はねよく休日のお昼といえばチャーハンを作るんですが、うん、少し張り切ってあんかけチャーハンにチャレンジしたいと思います。あんかけチャーハン好きですか？私食べたことないかもしれない。あ、本当？じゃあちょっと新しい味が、うん、もう最高の幸せな思い出になるように頑張って作ります。もうちょっとすっごい楽しみに待ってる。はい、では早速マスクと、あ、マスクと手袋をつけてやっていきたいと思います。頑張ります。頑張って。よし、それでは、緊張しますね。もうなんて言ったってこのコードが結構邪魔ですからね。確かに。頑張ります。じゃあ最初に、あ、ではちょっとこの2分のあれがあるんでスタートを言わせていただきます。無茶ぶりセラズキッチンスタート。あー、やばいやばいやばい、クリーまだ大丈夫、まだまだいい、まだいいですか、まだまだ2分、まだあれですからね。あー、早くない？はいはい、あ、ではくじを引くのね。これで引いていいのかな。あ、じゃあもうまだあれなのでダメですね、いっぱい入ってますね。じゃん、もう定期的にビリビリ。うん、頑張ります。ちょっと待ってください。でも包丁さんあるからね、ちょっと確かに包丁怖いな、手加減してください。ちょっとこれもう順番にちゃんと作っていかないと、やっぱり、うん、おー、めちゃくちゃ切れ味悪い。もうこれはもう史上最悪のあんかけチャーハンになるかもしれないんで、ちょっとどうにかしてください、この包丁。切れません、全然。いつものやつは、ね、セイラめっちゃ持ってるやつ。そう、いつも使ってるのはちょっと近所の包丁屋さんですごい綺麗に研いでもらってるやつなんですけど、ちょっと、うん、料理できんねんぞっていう、真夏さんだけじゃない、私だって料理できるって見てたかっただけやのに、ちょっとどんどん活かしてください。あ、9時ですか。左手にずっと中華鍋。え、どういうこと。これ絶対なんかもう怪しいなって思ってたんです、私絶対。あ、それ持ってどうしよう、左手にずっとじゃさ、反対に持ったら、ああ左手にちょっと、あ、いけます、いけます、いけます。お、待って、
痛いんですけど。広い、広いです。もう具材ちょっとでいいかっき。いいよ。あんまりいっぱい入れられへんかもしれん。痛いよ。痛い、頑張って。ちょっとめちゃくちゃです。これはちょっと入れないでおきますね。では早速炒めていきますわ、うん、おはい。早くわなんだな。では早速片手で炒めていくんですけど、ごま油入れていきます。ごま油1秒ぐらい、1.5 秒入れます。あーやばいやばい。どう入れる、どうやって入れる。痛い、痛い、めっちゃチャーシューが。炒めます、炒めていきます。あ、いい匂いしますね。あ、ちょっと切れてないところありますね。あ、めっちゃいい匂いする。あ、すごいいい匂い。じゃあもう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 、あ、火強い火強い火強いな。火強いです。ちょっと急いで、ご飯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 よそいます。あ、醤油だな。あ、あ、じゃあ、あ、あった。待って、焦げる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 。2分間ずっとハイテンション、もうずっとハイテンションやん。もう分かってるよ、そんな。欲しいです。塩コショウ、うん、1秒ぐらい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 。はい、9時引きます。音が鳴ったら踊るやって。おお、ハイテンションすぎませんか。どうしよう、うん、これも1秒ぐらい1秒ぐらい入れます。 お昼時なんでね、皆さん一緒に。今なんか異世界感がすごい。ハワイアンですね。結構中華なんですけど今日は。はい、おー、すごい。あ、もっと消えましたね。あ、すごい。やだ。あ、どうでしょう、味見ができないのが不安。あ、怒られてる怒られてる。あ、もっと なってない。どうやろう。あ、お米が少なかったかな。いつもはね、具沢山で作ってるんですよ。あ、そっか。あと IH じゃなくて火の元で作ってるんで。あ、あ、はい、もうチャーハンはいい感じかもしれないですね。お、あ、音。はい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 、ビビ怒られてるんですけど、ちょっとどうしたらいいですか。あー、IH、 あ、ごめんね。キレ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 。おー、はいはい、もう、あ、はい、チャーハン、ちょっと酔っちゃったけどチャーハン作りました。そしたらフライパン、新しいフライパンください。続きまして、あんを作っていきたいと思います。すいません、すいません。あれ
なんかピーピー言ってるね。ね。9時。あ、火つかなくなっちゃった。あれ。あ？あれ？加熱。はいはい、まあまあまあほっといて。9時を。音が鳴ったらシャクレル見えないじゃないですか。確かに。確かに。どうしたらいいの？シャクレル？シャクレていいの？音はずっと鳴ってますが気にせず。シャクレロ。え？どういうこと？誰？シャクレロ。あん。あん。シャクレロ。これどういうあれですか？謎すぎるよ。ちょっとね、ネギはいやマスクさせる。しゃくれろ。かわいい。もうこの包丁が切れないので。しゃくれろ。しゃくれろ。すごいかわいい。シャクレロ。醤油1秒ぐらい。1。あとはお酒1秒ぐらい。ごま油ちょっとで、ちょっと鶏ガラを。あと1分あと1分あと1分だよ。急げ急げ急げ。え、全然火が強くならないんですけど、どうしましょう。もう、もしかしたらあれかもしれない。全然進まないよ。壊れちゃった。なんだろうね。全然、あ、もう大丈夫だ。全然進まないんですけど、水溶き片栗粉で作りたいと思います。これでいいか。あかんな。あ、30秒だって。え、じゃあもうあかんやん。あかんやん。料理がですか？しゃくれろ。料理が30秒ですか？そうですねって。あ、やばいやばいやばい。だって気がねつかないんですね。え、火ね弱い？なんかね、つかないんです。終わっちゃった。ただのチャーハンになりました。あんがということで、お料理はチャーハンになりました。ではカッキーに、ちょっとあんが作れなくて申し訳ないんですけど、うん、でも美味しそう。チャーハンだけど。本当ですか？うん。ぜひお召し上がりください。やった、初めてのセラズキッチンだ。やった、嬉しい。ちょっといつでもね、うん、ちょっとお嫁に行けるように修行しとかなと思って、最近一生懸命。さすが。ではお食べください。ね、いっぱい絵描いて疲れてるから。ありがとう。ちょっと味見してないけど、うん、あ、もしかしたら美味しくなかった、美味しくないって言ってな。わかった。いただきます。美味しい。あー、よかった。優しい味。あ、優しい味。そう、私あの優しめが好きやね、むくむから。私も優しめが好き。あー、よかった。さっき今回の企画、うん、跳ねました。お料理動画跳ねました。もうね、うん、面白かった。みんなということで終了です。セラズキッチン、ありがとうございました。猪木さんの弟子代だったんですね。猪木さんあご出して大変そうだね。面白かった。するから
いや大変さがね、あんなもう私包丁持ってる時にビリビリ来られたのたまったもんじゃないよね見てる分には面白いけどね、うん、いやすごかった頑張ってたよ面白かった、めっちゃ面白かった。でも山とかもお料理割とするもんね。いやそうですね、うん、めちゃくちゃ美味しそうでした。でもだいぶスタッフさん鬼ですよね鬼今のタイミングしゃくれるみたいなあとあれ何しゃくれの誰が撮ったんですか何だったんだろう面白かった不思議な声、うん、不思議な。でも面白かった、ありがとうございました。セイラちゃん